こんにちは。今日は5月の3日金曜日です。日本だとね、ゴールデンウィークで10連休とかなってる方も多いと思うんですけれども、韓国は、ゴールデンウィークっていうのはないというわけではないんですけれども、今回はね、5月の1日がメーデーで祝日だったんですけど、それ以外は、特に休みはなくて、で、今度5月の6日がね、5日の子供の日の振り替え休日っていうことで、月曜日が休みということで、土曜日から土日月と3連休になるわけです。そこがね、唯一ゴールデンウィークっぽいところかなというところなんですけど、で私もね、せっかくなんで、せっかく3連休あるので、ちょっとどっか出かけてみようかなというところで、今駅まで来ております。ここグミ駅なんですけどね。これから向かう場所はチョナンになります。今両方無限波動が入ってきました。テチョン行きだ、なんか5分遅れてるみたいですよね。お客さんはどんどん降りてきて、そしてまた乗り込んでいきます。私が乗るのはこの次の、ソウル行きになる。これはテチョンまでしか行かないんでね、私はその先のチョナンまで行きたいんで、これに乗っても途中で、終点ということになってしまいます。ホームの際からどかない人がいて、こう列車がヘッドライトを何度もこう点滅させるなんていうことをしてましたけど、危ないな。来た来た。5分遅れましたが、ようやく到着しました。チョナン駅に着きました。今ね、もう夜の10時半を回ったところなんですけど、ムグンファゴンの中は立ち席のお客さんがたくさん乗られてます。これソウル行きなんでね、このままソウルまで皆さん乗られると思うんですけど、すごいですね、さすが週末といったところです。乗ってきたソウル行きのムグンファゴンが出発していきますけど、反対側にはね、ヨスエキスポ行きのムグンファゴンがやってくるみたいです。10時37分発っていうことなんで、これ多分夜行のヨスエキスポ行きということになると思うんですけど、何時ぐらいになるのかな、着くのが多分ね、3時とか4時とかそれぐらいになると思うんですけどね。東京電鉄一部ですね、新ちゃん方面からの列車がやってきました。ここからね、ソウル方面まではこの首都圏電鉄1号線も一緒に走っていくことになります。1号線ホームは向こう側にあるんですけど、あっちは要はチャンハン線のホームというような感じになってまして、首都圏電鉄の線路が両脇島式に2つあってね、その両サイドが電鉄線で、中央の2線がこれよりも在来線が使っているということになっているので、ホームがね、同じホームなんですけど、高さがこうちょっと高い違いになっているんですよね。この中ではちょっとお伝えすることができないんですけれども、これちょっとわかるかな。今人が歩いているところがね、電鉄線のホームで、手前のちょっと低くなっている方がね、在来線、これより在来線のホームなんですけど、これぐらい高さがね違うんですね。夜も走っていく列車の電光掲示板がたくさん表示されてるんですけど、高校生は、ね、結構こじんまりとしてまして、人はたくさんいますけど、こんな感じでね、コンビニがあります。で、フードとか行かれたらね、ここに高等カジュアルというふうにして書いてありまして、これなんですけどね、これね、中にあんこが詰まったお菓子なんですが、これの名産地ということで、知られております。ヨス駅スポ行きの無分カゴがついたところ、ここで4号車か、自由席がついてるのかな。
まあいいや、着いたとこ、今駅の前まで出てきました、前まで出てきましたね、こう店がいろいろあるんですけど、もうここにもね、こんな感じで、ポドガチャということで、売ってるわけですね。本当にこのお店の前じゃない、駅のね、前のこの辺だけでも複数のポドガチャのお店があるようです。もう今ね、10時半を回ってるんですけど、まだまだ街は賑やかですね。ここはソウルから80キロ以上離れた街なんですけども、まあ、十分ソウルまでは通勤圏になると思いますので、ね、まだまだこれからといったところかもしれません。まあ、このお店が、この人がね、このポドガチャの創設をした人なんていうふうに言われてるんですけど、このお店が、まあ、本舗といいますか、そういうところだそうです。まあ、でも今閉まってるんですけどね。もともとは高麗王朝の時に、ここ長安出身の和尚さんが中国からくるみの、ね、苗木を持って帰ってきたと。それを、ね、ここで育てたというのが始まりとなってまして、それを、まあ、1934年に、このある人が、パンにね、くるみを入れて、あんこと一緒に包んでこう焼いて、作り出したというのが、このポドガチャの始まりだそうです。80年やってるみたいな感じになってるんでね、ここがやっぱりそうなんでしょうね。他にも たくさんポドガチャのお店はあるんですけど、それぞれ、若干こう中身がね違うみたいで、こうあんこの味が違ったりとか、あとはその生地のね、なんか柔らかさっていうんですかね、そういうのもね、同じ焼きたてでも違うようです。なのでね、複数あるお店でそれぞれその店のポドガチャを買ってこう食べ比べなんてやってみても面白いんじゃないかなと思うんですけど、もう残念ながらね、ちょっと時間が時間なんで、空いてる店と空いてない店がやっぱりあるんですよね。あ、ここにもねポドガチャのお店があるんですけど、閉まってますね。今年2019年は1919年に、起こりました31独立運動、韓国の、その当時統治していた大日本帝国からの独立をするための運動をした日から、まあ、今年でちょうど100年ということなんです。した日じゃなかったね、した年ですね。ということで、今年の3月1日には結構、まあ、大々的にデモが行われるんじゃないかなんて言われてましたけど、まあ、特にそんなことはなかったみたいですけどね。でその中でもこの長男には、名前なんだったかね、ユーグァンスンっていう人だったと思います。だからね、女学生の方だったと思うんですけど、その方が結構著名な活動をされて、まあ、この辺りでは大変有名なその活動家だったとこういうことが知られております。そういうことなので、結構近くにはね、その独立記念館だったかな、なんかそういった記念館とか、その三一独立運動関係の施設、博物館やなども結構あるみたいなんですけどね。まあ、今日はちょっともう夜なんでそういうとこには行けないんですけども、そういった独立運動の、がまあ結構メインになっていた場所であるということだそうです。もともとソウルの方でやってたやつも、まあ、こっち結構ね、韓国中でこう放棄したみたいな感じなんですけども、その中でも特にね、この長男のが、まあ、有名に今はなっているということだそうです。このお店まだやってるみたいですし、まあ、せっかく長男まで来たんでね、ポドガチャを買ってみようと思いますけど、まあ、それをね買いに来たっていうのも半分ぐらい目的なんですけどね。開いてて良かったですけどね、一番小さいやつを購入しました。一番小さいやつでもね、何個だったかな、なんか20個ぐらい入ってるみたいですけど、これでとりあえずね、明日の朝ごはんはできました。無事にポドガチャを購入したところでね、この動画はここまでとしたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。